ですね、最初に使ったのはですね、12月に僕渡されたんで、ちょうど平スズキのシーズンだったんでですね、他の平スズキルアーと一緒に、ケースに入れて持ってってましたね。で、一応泳ぎを見てみるんですけど、俺あんまりよかなと思ってたんですよね。シーズン最初のうちって結構強力とか結構ウォブリングの激しいやつにアタックが多かったんで、だけどちょっとね、春ぐらいになってくるとそれじゃ食ってこないんですよね。で、その時にこのこいつに変えてやって、同じさらしを通したらボボボボって3発ぐらいドンドンって3つ当たりがあってですね、そのうちの2本釣ることができて、あれこいつはちょっと違うなっていうのを感じたんで、それから必ずルアーケースの中にはもう必ず1本は忍ばせておくようにしてます。コスケで一番気に入った点はですね、何ですかね、多分ね、他のとの対比だと思うんですよね。同じ動きするってレンジが違うっていうんじゃなくて、レンジが違うんだけど違う動きをするっていう、僕結構波動の方を気にするタイプなんで、違う波動を鳴らしてくれるっていうのはすごいありがたいんでですね、ロール主体の動きっていうのはかなり僕が一番好きなのはそういうとこですね。結構トウゴロイワシの時はあんまりダメかなと思ってたんですけど、今日使ってみたらね、思いのほかハマるんですよね。これイワシ他じゃあどうなんだろう、ボラはどうなんだろう、この城はどうなんだろうっていうのはちょっとすごい興味深いんで、秋口から冬にかけてちょっといろいろ使ってみて、またいろいろと使い道が出てきたら、報告したいと思いますね。